アレクサンドル・ウラジー・ミロビチ・ポポフは、ロシアの競泳選手。夏季オリンピックで合計4個の金メダルを獲得し、1990年代に活躍した競泳選手の一人。ポポフは、ソ連のスベルドロフスクで生まれ、8歳の時に水泳を始めたが、当時は水に恐怖心を抱いていた。しかし、ポポフの父が水泳の訓練を受けるように強く言ったため、ポポフは、 以来ずっとやらされたと語った。ポポフは当初は背泳ぎ選手だったが、ゲンラジー・トレツキーがコーチするチームに入ってからは自由型に転向した。以降、ポポフはコーチについていくため、ロシアからオーストラリアに訓練の地を移した。ポポフは1992年バルセロナオリンピックでは50メートルと100メートル自由型で優勝し、1996年、 アトランタオリンピックでは前回と同じ2種目で連覇を果たした。同種目ではアメリカのジョニー・ワイズ・ミューラーが達成して以来の快挙であった。ポポフはアトランタオリンピックの100メートル自由形で獲得した金メダルをゲンナジー・トレツキーに送り次のように語った。私は優勝というタイトルを持っており、また新聞にも載ったがあなたも知っているようにゲンナジーは アトランタやバルセロナから何も得ていない。しかし、私はこのメダルの意味が彼にとってどれだけ大きく、そしてこの価値は彼のためにあることを知っている。ところが、アトランタオリンピックの1ヶ月後、ポポフは、モスクワで、露天賞3人と言い争いになった際に腹部をナイフで刺された。ナイフは動脈を切り、片方の腎臓をかすめて、胸膜を傷つけた。 このため集中治療室に入れられ、リハビリには3ヶ月を要した。ポポフは翌1997年のヨーロッパ水泳選手権に出場し、50メートルと100メートル自由型のタイトルを防衛した。ポポフは私の魂は傷つかなかった。私の脳も傷つかなかった。傷ついたのは肉体だけだよ。と語った。 2000年6月16日にはロシア選手権50メートル自由型で21秒64の世界新記録を樹立した。ポポフのこの記録は2008年2月イーモン・サリバンに破られるまで約8年間にわたって世界記録であった。しかし2000年シドニーオリンピックではポポフは100メートル自由型でピーター・ファンデンホーヘンバンドにタッチの差で破れに 50メートル自由型では6位となり50メートルまたは100メートル自由型におけるポポフのオリンピック史上初の3連覇の夢は破れた。ポポフは潔く負けを認め世界が終わりになったわけではない。全てに勝つことはできない。私は分けなければならない。と語った。2003年の世界水泳選手権はバルセロナで開催された。ポポフにとってバルセロナは すべてが始まった原点であり、特別な場所であった。ポポフは50メートルと100メートルの自由形を再び制した。そして2004年アテネオリンピックに出場することを表明した。しかし、アテネの競泳種目出場選手の中で最年長であったポポフは衰えを隠せず100メートル自由形では準決勝で敗退50メートル自由形では 予選敗退の惨敗を喫した。2005年2月に現役を引退した。1999年12月、ポポフは国際オリンピック委員会の委員に選出された。また、IOC の内部委員会の一つであるスポーツフォーオールコミッションのアスリート代表やアスリートコミッションの7人のうちの1人を務めた。アスリートコミッションは1996年と2000年の オリンピックで選出され、その後名誉幹事となった。1996年には、スポーツにおける貢献から、ロシアの名誉勲章を受けた。また、1996年には、ロシアアスリート・オブ・ザ・イヤーとヨーロッパスポーツ記者連合、アスリート・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。ありがとうございます。